チェーンソーマンのね、アニメの曲を書いたので、10月からだから、来月からだね。エンディングで、しかも今回のエンディングすごく豪華で、毎週担当する人が変わるみたいな、なんかすごいよね。ワクワクしちゃった。うん。いやもう僕はね、本当にチェーンソーマンアニメ見たくて、ワクワク、みんなと一緒よ。みんなと同じ気持ちで待ってたんで、自分は曲書く云々っていうよりは、なんか先に、みんなより先に、その、エンディング12組書くんですっていう情報を知れたのがすっごい嬉しくて。え？本当？って。え？毎週、そのチェーンソーマン好きなこう、人たちが、そのね、回の曲を書くのっていう、せっかくそこで僕もね、曲を書かせていただけるっていうことになったので、もうとっておきのを作ったので、何話でね、かかるかっていうのはちょっとまだ言えないんですけど、それは楽しみに待っていてくれたらなと思います。